花の輪です。ピーン。今回はですね、はい、2人の最近のお気に入りのものを紹介したいと思います。はい、早速2人のお気に入りをね、紹介していきます。いきます。じゃあまずは、ノアからいきます。じゃあまず1個目、このミニの付録なんですけど、本当はこれバッグなのかわかんないけど、ポーチにしてます。2つチェックもあるし、使いやすい。そう、こっちにはそのなんかアイメイクとかチークも一応入ったりするんで、こっちにたくさんリップが入って、ノアはこれほんととても便利だなと思って、バッグだと思うけど、ポーチ。しかもミニだから結構安く買えたし、雑誌も見えるから、最高。サイアンのこう。二つ目、丸メガネです。ノア、今まで丸メガネ持ってなかったの。お初なんです。いいな。超かわいい。これ多分サンキューマークとかだと思うから安く買えるので、皆さんも見てね。次、このレブロンの赤のリップ、つけたら渋めなの。超似てんの持ってる。マジで？今探したけどなかった。家にあるわ。しかもちょっとこれね、ラメも入ってて可愛いし。可愛い。いいな。でこれはこっち側し何に使うか今一応分かってないの。でもこれ本当に色が可愛いので、皆さんもよかったら見てみてね。本当この赤可愛いの。可愛い。この赤は赤です。赤です。はい、ない。あ、140番だって。140番です。チェック。じゃあこんな感じでノアのお気に入り紹介は終わりです。はい、じゃあ次カナがいきます。イエイ。カナの一つ目はこのイヤリング、緑と金のちょっと綺麗めな感じのイヤリング。あ、そう、カナ耳開いてないんでイヤリングです。どこで買ったんだか、スピンズとかウィゴとかかな。あ、なんか服屋で買うとやっぱ硬いじゃない、高いじゃないですか。あ、ちょっと高いよね。そう、高いからなんかやっぱりウィゴとかスピンズとかに行って、うん、安くて可愛いのをよく、プチプラだもんね。そう、めっちゃいい。だからイヤリングとかは本当にそういう子で買うことが多いです。2つ目はバッグ。これね、マミーがね、カナ可愛いのあったよって言って、なんかね、しかも安くなってたって気がする。可愛い服と一緒になんか合わせて買ってきてくれて、え、ラッキーって感じなんですけど、これはちなみに GU です。多分 GU。 マジで？そう、自分で買ってないんで分かんないんですけど、値段はまあ GU で買ってきてくれたと思います。最後、あれ、どっかで見たの？これはね、ノアからもらったやつ、さっきこれね、本当にカナ結構真面目に気に入ってます。嬉しい。本当はね、もう一個違うの持ってきてたんだけど、いや、ちょっとこれの方がいいよと思って。ありがとう。これをかぶります。こうやってね、かぶろう。シャキン、こんな感じでカナ出かけます。やばい、本当にマウジーです。お誕生日プレゼントです。イエーイ。カナのお気に入りはこの3つです。はい、ということで今回はカナノアの最近のお気に入りを紹介してきました。まあこんな感じです。またなんかちょっと季節の変わり目とかで、うん、ね、お気に入りのものまた変わったら、そう、変わると思う。そう紹介していきたいなと思います。はい、ということで今回は以上です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次回もお楽しみに。お楽しみに。バイバイ。バイバイ。